父の命令事件で共産党が築いたバリケード共産党員がバリケードとして倒した建設用トレーラーを片付ける警察官たち父の命令事件は1929年5月にドイツベルリンでドイツ共産党が起こした暴動事件。共産党員と警察の衝突で大量の死傷者が発生した。 1928年後半頃から共産党の赤色戦線戦士同盟、ドイツ社会民主党の国旗団、国家社会主義ドイツ労働者党の突撃隊など、各党の準軍事組織の衝突が激しくなったため、中央政府のヘルマン・ミュラー社民党政権の内務大臣、カールゼエフェリンクや、プロイセン州政府のオットー・ブラウン社民党政権のベルリン警察長官、カール・ツェルギーベルは、 1929年3月以降のデモ更新を禁止し、命令の更新も禁じた。共産党は毎年やってきた命令行進更新を禁止されたことに激怒し、この禁止命令を無視。1929年5月1日に違法デモを強行した。これに対して、社民党所属のベルリン警察長官ツェルキーベル、指揮下の警官部隊はゴム製の警棒と火器で、 共産党員たちを追い散らした。続く数日間共産党員たちは、ベルリンの労働者街である、ベディング地区とノイケルン地区で、バリケード線を展開したが、警官側には全く被害は出せず、共産党側に一方的に死傷者が多数出るだけに、終わった。最終的には31名死亡、数百人、負傷、1200人逮捕という惨事となった。 この事件をめぐる批判合戦や赤色戦線選手同盟非合法化などで社協対立は絶頂に達し共産党は社民党を主要な敵とする社会ファシズム論にますます傾倒することになった。ありがとうございます。